ねえバカなの。ということですね、今回はさやこさんにペヤングを食べていただきたいと思います。どうして？YouTube でよく YouTuber がペヤングを食べてるんですよ。え、そうなの？じゃあこれあれなんだ、もうお家芸なんだ、 YouTuber です。鉄板のなんか企画みたいで。私もじゃあ食べるの？そうです、 YouTuber としてちょっと今日はチャレンジを、ね、食べたことないの一回も人生で。その私の初体験を今日ここで捧げる。私もね正直ペヤング食べたことないよね、うん、誰がちなみに食べてんの？ヒカキンさん。あ、もうじゃあもう食べなきゃ。あとに続かない。先輩はもう先輩。ヒカキンさん食べてるのやらなきゃいけない。やらないといけない。いや私ね気づいたの、ちょっとずつパッケージのなんかロゴのデザインとか違う。確かになんか最初ちょっとインターナショナルバージョンだよ。ペヤン。ペヤン。ペヤン焼きそば。これがレギュラーサイズ。これ可愛いじゃん。なんかパッケージも好き好き。色味も好き。今日のさやこさんの服装がね。あれペヤングカラーですよね。違う。ペヤングに寄せてきてない。さすがですねやっぱね。違う。これトリバーチ。トリバーチからいただいたの。ダメ、ペヤングじゃない。焼きそばがそこについてるわけじゃないです。焼きそばつ、これ焼きそばじゃない。でもね、マッチしててすごい。すごい、計らずしもこう、ちょっとリンクしていくっていう感じがね、これ。食べてそうだもんね、私ね。っていう、これね。オリジナルの。で、これよりも、もっとスタンダードなのか、こちら。こっちのが私、見かけたことある。そのイメージ。これ、縦の印象だわ、確かに。でも、ここは、ペヤング。ペヤングっていうね、もう、カタカナ。ペヤング。ペヤング。ペヤング。ちょっと、わかりやすくなった。みんな読める。でも、ちょっと怖いかもしれない。カロリーいくつよ、これ。544キロカロリー。それだけでですか？ビッグって書いてるもん、ここ。待って待って、それビッグサイズ？ビッグでしょ、こっちは？レギュラー。あー、こっちは456キロカロリー。ちょっと少ない。いくつ入ってんの、これ。こっち120グラム、こっち106グラム。結構違いますね。いや、怖いよ、でもこれ。でもね、こんなこと言ってられないんですよ。超大盛りってやつもある。本当もう何どうしたの、誰が食べんのこれ。さやこさん受験。さやこさん、さやこさん今日食べてもらうんですよ。さやこさんこれ食べる、食べる食べる。私がこれを食べるの、超大盛り焼きそばペヤング。それもたそれもそれもちょっとまだ他にもあるんです。見てペヤングは。ねえ本当どうしたの、バカなの、重い。しかも味がなんかついてる。納豆キムチ味って書いてるんだけど、やめて。これ何、誰が食べんのこれ。さやこさん、やめて。やばいって、エネルギー1875キロカロリー。そうなんです、それはね承知の上なんですけど、今回それじゃないです。ねえ、え、なにこれ。ちょペタマックス、もう名前も変わってんだけど。ペタマックス、ペタマックス何。こっちがギガで、ギガの次の次の単位がペタ。ギガマックスの次の次の単位ペタなの。ギガの次ペラなの。あーね、ちょっと頭痛くなってきた。でもね、やばいじゃん、4184キロカロリーだって。死ぬよこれ。でもだってほら、絶対に一人で食べないでくださいって注意事項。でもそうやって書かれちゃうと食べたくなりますよね、なんかね。あ、クラッとする。でもね、すごくお洋服にマッチしてる。嬉しくない。今日はあの実際にね、作っていただこうかなと思います。初めてのペヤング。ペヤング作ったことないですもんね。ないけど。すげえ。なんだこれ。ナマステ。私食べなきゃいけないの。これちょっと作って食べてみましょう。諸先輩方が行かれてる道なのであれば通らなきゃいけないよね。心臓もは。私もペヤング食べたことないから食べてみたい。どうしよう、腰が重い。一緒に作りましょう、うん、全然ワクワクしない。ソース2袋、火薬2袋、ふりかけ2袋、この時点でおかしいわ。ね、4つ、何ソースの量すごい。もう重いもんこれだけで。火薬、これね袋、これはいいじゃないですか。ちなみにさやこさん、ちょっとレギュラーのやつの中身見たことないですよね。うん、私こっちがいいの。でも全然違いますね、もうすでに。もう軽いもん、こっち。これでよくね。4つどころか、なんか麺もっこりしてない。だからすごい大きい。え、だからこれ4つじゃないよ。ほら、倍。やばい。え、ってことは普通のサイズの8倍ってことだよ。やばい。一応7から8人前っていうことです。はぁ。反応としては間違ってない。熱湯を内側の線まで注ぎ蓋をします。内側の線、内側の線、これじゃないですか。このこれ、このなんかこれは線とみなしていいの。
いきまーす。何リットル入れるんだろう。すごいですね、持てなくなりそうですね。いや、そう、どうしよう、これ置いて、置いて、あ、でも飛びっちゃう。いい感じですよ。いい感じですね、あったかいね。これ、まんべんなくその麺がふにゃふにゃになるんですかね。いや、それも心配よね。これ何分待つんですか。3分後って書いてる。あ、そこは一緒なんです。これもすごいソース。カップ麺も食べないんですか。でもね、海外に持って行ってた。何食べたいんですか、その時は。日清。あー、ヌードル。あれはもう、ね、醤油。醤油、シーフードか醤油かカレーじゃないですか。赤のやつって何。普通のやつってあれ醤油なの。あれ醤油味じゃないですか。あれ醤油味なの。うん、粉末醤油。はい、やばい、天才。すごい、はい、詳しいですね。もうそろそろ3分行く？待って、怪我しないでください、やけどに注意。まんちゃんにはね、信用ならない。信用ならない。絶対やけどするもん。大丈夫、気をつけてください。おお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 おは、何？ふりかけが。え？ふりかけ？嘘。どこ？そう、くずこにいた。ふりかけが。ふりかけ。たらー。ふりかけ。はっ。素晴らしい。うわ、すごいな。催事やってるみたい。これ、はじめ社長、12時間で食べたの？さやこさん、何時間でいけますかね。もう始める前から来たいよ。はい、できましたよ。ありがとうございます。ペヤングはあれみたいですよ。ヤングな2人がペアで食べるからペヤングなんだ。ペヤングペヤングチームペヤングペシニアもちょっと違うペシニア。私たちって何、中年ってなんていうの。ペミドル。ペヤングじゃないの。ペミドル。ペミドル。ペミドルでね。すごい減ってないですよ。そう、減らないんだもん。減らない。こっちに移したのに減ってない。普通でも普通でも減らない。ちょっともう全然減らない。最後のいいです。変わります。これ先食べてください。いや、いいの。継ぎたいの。できるだけ自分のやつを減らそうと思う。だってこんなに継いでんのに全然。もう次の人。やめてやめて、早いよまんちゃん。渡すの早いよ。この人結構大変。まんちゃん、いつもありがとう。多いな。これさやこさんの食べるものがね。あるあるある、めっちゃあるから、これほら見て。あ、器が大きいからそう見えるだけ。私はこれでいくわ。あ、いいんですか。すごい、すごいですね、洋風な。ちょっとビールも。ビールはね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ちょっとこの後、電水ごきげんようもやるつもりなので。え？なんて？電水ごきげんようですよね。泥酔ごきげんよう。この後ちょっとだから飲ませんのね、こうやって早いタイミングから、はい、いただきます。まあ、でちょっと美味しそうだよね、いい香りはしてるからね。なんか食べ方がやっぱおしゃれ。うん、美味しい。美味しいですか。うん、お大きくって必死だったじゃん。雑な味になってるかなってちょっと思ったんだけど、とっても美味しい。本当ですか。初のペヤング。お湯の切り方も程よいし、ソースの混ざり方も最高に私上手。すごい。自分も自分で自分をね、上げていかないとね。そうよ。いただきます。さやこさんが作ってくれたペヤングを。うん、うん、美味しいです。なんか思ったより麺が細くて、思ったより麺が細くて食べやすい。ん？合ってんのか。コメントそれで合ってんのか、万太郎。んでも減らないね。食べよう、タカちゃんも。はい、みんなで食べましょう。え、でもサエコさん、ちょっと少なくないですか。そんなことない、なんでもまだまだ。そんなことない、なんでもまだまだ。じゃあ、万ちゃん、このお皿持ってきて、もう一個。もう一個持ってきて、お皿。ちょっと、ちょっと待って、サエコさん少なくない。ちょっとマンちゃん、私そんなズルとかしてないよ。本当ですか。なんか少なく見える。これ器がでかいから。だって見て、私の少ないってみんな言ったけど多いから。多いですね。うん、でもさ、やっぱ美味しいね。日本のカップラーメンって本当美味しい。うん、昔高くてファッション性が高い商品だったんだって。クラーメン、即席ラーメン。へぇ、若い人たちもペアで食べてほしいって言ってペヤング。詳しい。よっ、ペヤングおじさん。ペヤングなら俺にお任せ。よっ、ペヤング。焼きそばを食べてる時って息ができない。なんだろう、これ分かります？ペヤングを口に入れた瞬間に息ができなくなる。喉が細いのかな。呼吸口が塞がれるの。そう、これを口に入れると苦しいの。みんなはどう？みんなはどう？エビバディセール。私は苦しい。
進んでないですね、私たち、うん、進んでないね、やばいやばい、もうすごい、だって減らないんだもん。でもさ、私さ、言ったじゃん、みんなに宮崎で4キロ太ったんだよって。なんでこれ今回この企画にしたわけ。私こう社会復帰しようと頑張って今ダイエットしてるんだけど、ちょっとそれが懸念で僕もあって嫌がるだろうなって思ったんですよ、うんうん、まんちゃんと山本さんに、ペヤングダメだろうなって言って投げたら、ペヤングいいねって言ってちょっとあんたたちだからこれはマネジメント、マネジメントのせいです。本当だわ。なんかペタマックスっていう名前だったから、なんかこう可愛い系かと思ってた。そんなのでこっちはなびくと思ってる可愛いかペタマックスだよ、こういうのだとは思ってないからよし、最後最後の一口食べましょうか。お腹いっぱいどうでしたか、ペタマックス。この野郎、この野郎、こんな企画考えやがってって思って。すごいな、やっぱ諸先輩方は体張ってさ。ちょっとすごい、これもう無理、一人じゃ無理うちらだって7人で終わったでしょ、先輩一人で12時間で食べたんでしょ。でもこれ食べ終わったから私たちもね、もうもうれっきとした YouTuber よ。そうですよ、ここ超えたら YouTuber でしょ。うん、どうでしょう、もうちょっともう気の利いたことなんか言えない本当もう苦しい。はい、ということで今回はペヤングペタマックスを食べてみたの回でした。せーの、ごちそうさまでした。